こんにちは。今回は大谷翔平が投げる魔球スイーパーが MLB で最も失点を防げる球種の2位に選ばれたの話題をお送りします。エンゼルスの大谷翔平投手は今季3度目の先発登板となった試合で3番投手として起用され、7回を投げて1安打無失点という好投を見せ2勝目を挙げました。この試合で大谷が投げるスイーパーと呼ばれる球種が紹介されたのは今季からよく耳にするようになったものです。このスイーパーは球速が 124km/h 以上で、曲がる位置が 12m、 曲がり幅が 16cm 以上ある球種です。大谷はこのスイーパーに加えて101マイル 162.5km を超える速球や鋭く曲がるスライダーを武器としています。特に大谷のスライダーは MLB 随一と評価されており、他の投手と比べて縦の変化よりも横の変化が大きいのが特徴です。横に滑るように曲がる軌道はフリスビーのようとも言われていますが、今季はこのスライダーをスイーパーと呼ぶことが一般的になっています。実際にこのお話についてあなたはどう思いますか？この話題について日本からたくさんのコメントが寄せられてます。こちらです。カッターぐらいの流行になるのかな。要は横に大きく滑るスライダーでしょ。お化けスライダーであることには相違ない。投球フォームによって変化しやすい変化球ってのはすでにもう解明されてる。変化量が大きすぎて当たってもバットの先だったりバットの上や下に当たる。多分毎回微妙に変化が違うんだろうね。松坂のジャイロもお忘れなく。これに加えてスプリットと100マイルのストレートがあるから、バッターからしたらたまったもんじゃない。力学が発展してどの握り方でどういう回転をかけてどのくらいの力で投げるとどういう変化するのか解明される日が来るわ。 160km/h のストレートで追い込んで、あれを低めいっぱいに投げたら誰も打てないでしょう。今季こそポストシーズンに行ってほしいが、課題は勝ち試合を負け試合にしてしまうリリーフ陣。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に野球を盛り上げていきましょう。あなたの意見もコメントで教えてくださいね。チャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。